これからの展望とですね、ユーザーの皆様にメッセージがあればそれぞれから聞きたいんですけど、そうですね、松本さんから、まあラジリギ、マイルストーン第2弾ということで、はい、楽しんでいただけた人には楽しんでいただけたと思うんですけど、うん、まあ第3弾の制作も、順調に進んでまして、はい、でこの DVD 発売されたその少しあると思います、はい、にもう稼働するような予定で作ってますね。そうですか。その次の第3弾っていうのをちょっとまたゲームセンターの方で楽しんでもらえたらいいかなっていうふうに思ってます。なるほど。はい。で、対策も松本さんが作ってる。そうですね。あ、またちょっとラジビリとちょっとテイストは違うと思うんですけど、はい、まあシステム的にはいろいろそのラジビリのその良かったもの悪かったものいろいろ反省を踏まえて、はい、で、ちょっと洗練されたシステムで。できてるんじゃないかなというふうに思いますので、また楽しんでもらえたらなというふうに思います。で、あとはその今このシューティング業界というのは結構下火だ下火だと言われてますけども、はい、マイルストーン的には3段と言います4段5段と、これからも作り続けていければいいかなというふうに思っています。ダメだ全部もう言われてしまいましたね。もうそれが全てです。ですね、はい、次回作も同じような布陣で。そうですね、あんまり叩かないでくださいへこむんでへこむねじゃあ今回もアイキャッチャー見えませんよということで。そうですね、頑張ってみてください写真撮ってみてください。わかりました。じゃあ、林さん
展望ですか。展望、まあそうですね、ユーザーにメッセージがあります。ね、毎回あれですね、いろんなジャンルに挑戦していますし、あのカラーカオスフィールドがちょっとテクノっぽくて、ラジオギガハウスで、でまた次回作もまた違うジャンルで、まあ結局なんかクラブミュージック的なものばかりになりつつありますけども、うん、まあそれも一つマイルストーンのカラーでありたいなと、うん、今まで僕自身がいろんなメーカーさんとお付き合いしてお仕事させてもらいましたけれども、うん、一つのカラーを打ち出せなかったので、マイルストーンとしてはこういうちょっとパンチの効いた音楽を、うん、今後も作り続けていきたいなと思いますね、うん、なるほど。でユーザーの皆さんにはもう本当に悪く言わないでねとにかくそこをって悪く言わないでね。あたまに褒めてたまに褒めてくれて褒められると超嬉しいもん、ね。うん、褒められると思う ね、 そうね、うん、もうやる気になっちゃうもんね、うん、たまに褒めてほしいね、うん、そのたまにいろんなことなんとかあるじゃないですか。ありますねいろんなとことかでの会社のたまに拝見させていただきますけど、うん、いいこと書いてるとやっぱ、うん、頑張ろうって思う。ああなるほど、超嬉しいね。超嬉しいですね、うん、それだけで嬉しいんですよ、うん、それだけでやる気出ます、ね、確かにそれは僕らも非常に痛感しております、ね、確かに褒められると伸びると伸びる、褒める子はよく育つと、うん、そういうところですね褒められて伸びる子たちなんですね。なるほど叩かれんだろうな、まだこれ叩かれんだろうな分かりました。じゃあ、あとはじゃあどうしよう、いいですか、言いたいと思います。あともう少しだな、なんかあればカラスのことがいいんですか。カラスのことでもちょっと喋っていただくカラスだよね。カラスっていうでもタイトル自体もずいぶん前から決まっていらっしゃいましたよね。そうですね、もうだいぶ前、うん、結構開発スタートはすごい前だったりします。割とそうですね、その企画の草案みたいなものは結構前、ずいぶん前、ええ、まあ企画的にはずいぶん前なんですけど、うん、まあなかなか大変なんですよ、忙しくて。ああ人手が足らんと、なかなかいろ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 やらされるんですよね、いろいろね、なんで、まあなんかこのタイトル専念してとかって感じでもないんですよ。ああ、じゃあいろんなものを抱えながら作るっていう、ね、大変ですね、すごい壮大な愚痴に発展した、いい切り口だなと思ったんですけど、うん、広げていいのかどうか悩んじゃった。ちょっとね広げていく？広げて大変なことだね。大変なことだね。